が苦手なのんちゃんです。皆さん何か今週は大切な用事ありますでしょうか。また今週末3連休が待っているということですので、最高かよね。言って本当最高ですよね。ねえ、毎週3連休ってどうですかね。本当そう。ねえ、なんかもう一回、もう一日くらい増やそうかなとかね。そう、お願いしたい。本当に。お休みは増えると嬉しいですよね。わあ、もう最高！最高じゃない。USJ ね。UFJ で降ろして USJ 行ってきなさい。楽しいでしょうね。行きたい。すごい行きたい。USJ 行きたいなって思ってたんですよ。で、それ友人ともその話をして、行きたくないみたいな。だけど、ハロウィンゾンビなんですよ。二人とも怖いのダメだから、ゾンビかーってなって。ゾンビ仕様やだなーって。でも、あれ、夜だけですか？ゾンビ。お昼もなのかな？二人とも、すごい、帰るの早いし、日付変わる前には就寝派なので、早く行って、その分早く帰ろうねって、いう話をしたんですけど、だから夜は別に、いいんですよ。ゾンビを楽しまないで帰れるのであれば。だけどお昼もゾンビっぽかったらきついなと思って。ねえ、なんかどんな感じなのか。ねえ、だから、冬？ゾンビ越して冬くらいにしようかなって今、企ててはいるんですけれども。あ、安全区域があるんだ。でもそうだよね。結構やっぱりお子さんとかね、小さい子供いたら避けたいっていう方もね、多いですもんね。それで人来なくなっちゃったらなんか元も子もないから。安全区域があるのか。いや、うまくできてますね。さあ、ということで、いろんなね、場所に皆さん行く方多いと思うんですけれども、10日先のお天気までですね、このように確認することが、こちら週間天気でできますので、はい。そんな3連休のお天気をウェザーニュースでご確認くださいませ。千葉幕張、ちょっとすっきりしない天気となりそうですけど、30度じゃないので、暑いのが苦手な方は全然大丈夫そうです。ね、いいんじゃないですか？この周辺にももう一個テーマパークがありますので。この周辺のね、テーマパークの方行ってもいいんじゃない？あ、USJ のお天気見ようよ。USJ。みんな、リアクションが同じ。苦しんだ。また雨だ。17、18、19、いい感じですけども。でもほら、暑そうだから。ね。ちょっと、涼しくなったタイミングで、ぜひ。USJ って結構自分が行った感覚だと、雨宿りする場所が、そう、こう、ご近所よりはちょっと少ないのかなって。わかんない。私が知らないだけかも。ご近所だったらもうちっちゃい時から何回も行ってるから、なんとなくわかるじゃないですか。そうそう、海の方行こうかなとかさ。いうのでね、分かったりするんですけれども、USJ は結構屋外で楽しめるアトラクションとかが多かったイメージがあったので、ね、皆さんちょっとここはレインコートとかでね、対策して。え、嬉しそうじゃん。何が嬉しそうだったんだろう。嬉しそうでしたか。ね、雨でもそう、時々ですのでね、ちょっと雨の降っている時間が短いことを、期待して。行きましょう。でもね、雨でも全然楽しいと思う。うん。夢が広がります、ね。